調整はしてるぜ。休みをどう使おうが俺の自由だろ。そうだ、あんたには関係がない。殺した奴らならあの世で泣いてるかもな。でも俺はあんたとどこかへ出かけたいんだ。なんでだよ。やっぱりあんたは俺と出かけたくないのか。俺あんたといてつまらない思いなんかしたことないぜ。いつも楽しい。もっと一緒にいたい。だから遠出したらきっともっと楽しい。そんなのいつになるかわからねえ。
ブラッドか。わかった。休憩は取る。あんた、ブラッドみたいだよな。ああ、前からそう思ってたけどさ。けど今回は新たな一面を発見したって感じだ。あんた、ブラッドみたいにかっこいいよ。さっきなんてかなり大物っぽかったぜ。しびれたね。いや、礼を言いたいのは俺の方だぜ。あんたと一緒にいられて、俺、本当に嬉しいぜ。約束だぜ。ちゃんと休憩は取るから、あんたも俺の部屋に来てくれよ。どうした？何を遠慮しているんだ？お前らしくもない。こちらの迷惑も考えずに遊びに来ていたくせに、今さら何を気兼ねしているんだ。私が何を怒ると言うんだ。お前がこちらの迷惑も考えずに遊びに来ていたことをか。今更だな。
ああ、この前お前が部品を一つなくしたことか。部品の代わりはあるんだ、気にしなくていい。お前も意外と気にするやつだったんだな。君が読みたいと言っていた本が手に入ってね。読むだろ？絶版になっている古書だから探すのに少し苦労した。それでも君が喜んでくれるなら安い代価だな。ああ、読むなら私の部屋で読みなさい。読書を楽しむ君の顔を見ていたいんだ。ああ、君が喜んでくれて私も嬉しいよ。ゆっくり読むといい。読み終わったらまた新しい本を探してきてやろう。私も本は嫌いじゃないからね。君が私の探してきた本を受け取り、楽しんで読んでくれれば、それだけで嬉しいのさ。では、このまま部屋においで。今空いているだろう？どこ行くんだ？俺？仕事中だったんだけど。いや、今も仕事中。ああ、そうなんだけどさ、あんたはこれからどこへ行くつもりなんだ？
あんなところ最悪だ。城が嫌いっていうか、あそこにいる奴らが最悪なんだ。どいつもこいつも性悪だし、嫌な奴ばっかだから気が悪い。あんたも知ってるよな、あそこにはメガネウサギがいるんだぜ。どうした？はあ？あんたがあの陰険野郎に似てる？どこが？あんたは陰険なんかじゃねえよ。ああ、俺の仕事の目的地はハートの城なんだ。今は休戦中、夕方だからな。夕方は女王の機嫌がいいんだよ。あのヒステリー女が珍しく平静でいられる時間帯ってことだ。わからなくていいが、ともかく俺はヒステリーが再燃しないうちに領土の買い取り交渉をしなくちゃならねえ。こういうのは身軽な方がいい。手下なんか連れて行ったら動きが鈍くなる。
俺からしてみりゃあんたが一人で行く方が危険だ。その方が安全かもな。あんた一人じゃ心配だ。ここで会ったからには見過ごせない。よし、行くか。久しいな、エリオット・マーチ。よう、あんたも機嫌良さそうじゃねえか。夕方しかまともに謁見できないとは、難儀な女だぜ。わらわに限らず、女とは難儀なものじゃ。振り回されてこそ男というもの。てめえに振り回されるなんざごめんだな。撃ち殺した方が早い。短気な男よ。商談に来たのであろう。少しは分別というものを持てぬのか。